ある日、ケロッピの弟のコロッピが池のあたりを散歩していました。すると、おい、コロッピー。あ、なに、キュロスケ。ねえねえ、知ってるかい、コロッピー。実はね。そして次の朝、コロッピが目を覚ますと、突然言葉が喋れなくなっていました。コロッピー、どうしたの？喋れなくなっちゃった。ケロケロケロッピー、ピンクのキノコンコを探して。そこで早速お医者さんのお父さんが診察することになりました。そしてその水晶を病院に持って帰りました。